ははいそれで始めてまいります、皆さんこんにちはパンフレオラー講座、模擬講義、こちらの方を始めてまいります、担当アレクセン・にコシ根本が行います、よろしくお願いします、レジュメの方がありますが、まず1ページの方を開けてやってください。まずこの講座がどんな講座なのかというのを説明していきましょう、冒頭ですが、図表を使って知識を整理しながら、しっかりとしたインプットをというところになります直前期って、やっぱりアウトプットをすることで伸びていきます。 ただこのアウトプットで伸びる方っていうのは一定数最後までいきますが一定数はある程度で頭打ちになりますインプットをした方が最後伸びは出るのが一般的です一つ例を紹介したいと思います とある表がありまして本試験では一回この部分が出たことがあります演習を繰り返している人はこの部分が問われたらイエスかノーかは言えるんですですがアウトプットだけしている人はここ以外が問われたら全く手も足も出ないんですよ一方この表自体を 隠して一個一個宣言するというような形でインプット作業をしていれば、この表のどこが問われても答えられるんです。一定の方は一を聞いて十を知ることができます。でも大抵の方は十を聞いて三ぐらいしか覚えられないんです。 アウトトプット中心の場合は1を聞いて1しかできなくなります245点からもうちょっと伸ばしていくその頭打ちになっているところを伸ばすのは最後はインプットじゃないかと思い13年前でしょうかこの講座を1から立ち上げましたそれがこのパワフトドラッグ講座になりますレジュメ続けてポイント1を見てください さらに充実、図表で整理された繰り返しやすいオリジナルテキスト。狙ったものは図表で整理というところです。じゃあなんで図表で整理したのって言ったのかっていうと、一番はその横の繰り返しなんです。この試験は知識の試験です。となれば、どんだけ同じものに接することができたか、それで決まるんです。 同じものに接するのは文章より表の方が接しやすいに決まってます繰り返しができるようにほとんどの部分を図表でまとめたのがこちらのテキストになります次ポイント二合否を分ける分野論点に絞った合格に効くメリハリ をつけた講義とレジュメ例えばこれ2ページ3ページを開けてやってください特に3ページ上の方がいいかなえっと2ページ3ページは今年の問題と正答率が載っておりますで正答率の横に丸「○×空欄」とついていると思いますえ空欄は絶対落としちゃいけない論点「丸 二択に追い込まれる論点。×。もうこれはも取れなくてしょうがないと。この講座に取り扱うのは、基本、丸の部分です。で、この丸には2タイプあります。例えば、十五問。午後の35問みたいに、テーマ自体がもう皆さん弱い。テーマ自体問われたら弱い。という分野。 32もそれに近いかな。一方、15問、また8問、特に8番なんかそうでしょうか。テーマ自体は普通に分かるよと。でも、そのテーマ自体が分かったとしても、論点がきつい。説明するのは、分野自体がきつい分野と、分野はきつくないけど、その分野の中で論点が厳しいところ。そういうところに絞って、 やっていきますイメージとしてはみんなが取れるところではなくもうあと一本のところを詰めるものになります論点が厳しいものあ分野が厳しいものあと論点が厳しいものこれをピックアップして説明していきます改めて、A、1ページの方に戻ってください一番下ポイント3 インプットテキストでアウトプットをする。そちらの方にアウトプットメインの学習のメリット、デメリットを入れてます。インプット学習のメリット、デメリットもあります。一番望ましいのはインプットテキストでアウトプットができること。これだと思うんですよ。 こっちちょっとレジュメパラパラ見てほしいんですが、5ページ図表タイトル、6ページ図表タイトルを見てほしいんです。表には2タイプがあると思ってます。読んで理解すれば終わりの表と、その表を覚えなきゃいけないものがあると思ってます。暗記と書いてあるものは、暗記と書いてあるものは、 読んだ後隠して宣言する読んだ後隠して宣言するそれをしてほしいんですえ具体的に言うとこんな感じですよいしょと表があったら一回ざっと見たらそこを隠して一個一個丸か×かを宣言していくこういう作業をしていってほしいんです これがおすすめする暗記という作業になります。表を隠して宣言すると。このあたりのことを言うと嫌われるので絶対言います。考えてできるならいいじゃないかと。多分そう思うんですよ。考えてできるなら覚えなくていいじゃないかと。考え、考えて出すっていうのは、ブレが生じます。考えて出すというのは、 ブレが起きるし時間かかかりますありまますあせんか自分が思ったのに「あれなんで今日こっち間違えたんだろういつも当たってなんでこれ間違えんだろうと?」と考えて出そうとすると思考がブレて逆を振ることなんですまた考えて出すっていうのは気持ちいいけど時間かかるんです午後科目それやってる時間がありますか 私は強くこれ暗記を推奨します。暗記した人間はブレません。暗記した人間は知識はブレません。また、暗記したものは早く出てきます。多分、いろんな指導校はえ暗記はダメだというふうに言うと思います。私はそれ,それをあえて逆行します。暗記した人間には勝てません。絶対に勝てません。もちろん、それは丸暗記ということを言ってるわけじゃありません。理解を伴った上で、 テキストでアウトプットをして暗記をしていきましょうと。これがこの講座で私が一番進めたいことなんです。ある意味、こちらの方に賛同していただけるのであれば、年内の講義中は私はアウトプット作業、丸抜き問題解く作業は一切いらないと思っています。そんだけ暗記の部分をちゃんと詰めていけば、それで十分だと思っています。 そんなような形の講義になりますが、まあ、実際、じゃあどんなレベルのものでどういう感じで進んでいくのか約1時間半の使ってやっていきたいと思いますお付き合いくださいお願いいたしますで本日のテーマは5ページから入れておきました一般社団法人テーマがきついものを持ってきました、えー、2ページ前かな、えー、と今年の、えー、と35問で正答率がかなり悪かったやつなんです 50.9と完全に二択に追い込まれる問題でしたはいでこういったテーマがきついものに関してはゼロベースから説明していきますじゃあちょっと実際見てみましょう4ページ5ページの表を見てやってくださいで一般社団法人等には 2, パイ2タイプありまして左が一般社団法人右が一般財団法人というものですこの 社団法人というのは、イメージは、権能なき社団が法人化した場合、権利能力なき社団が法人化した場合を想像、想像してください。権能なき社団が OA、法人化した場合。だから、大学のサークルとか、大学の OB 会とか、そういうものがいっぱい、えー、そういうものが当たります。で、強くイメージ持ってほしいのはね、この社団は、今言ったよね、 権能なく社団を法人化したと言ったので、すっごくちっちゃい団体から、すっごく大きな団体までルール化してるんです。すごく小さい団体から、すっごく大きな団体までルール化してます。大学のそのサークルなんて言ったらもう下手すら2、3人でやってますよ。一方、大学の OB 会とか言ったら、10年、20年経ってれば、とんでもない資金力と人がいますよ。 でその上でこの社団法人の学習はほとんど株式のパクリだと思ってほしいんですほぼ株式のパクリだと思ってみてほしいんですなのでむしろね株式と結論違うとこは意識しとくの株式と結論違うとこは意識するのちょっとやってみましょうか上から。 法人格付与の対象一定の目的のために結合した人の集合社員構成員が存在する社員構成員サークルで言えばサークル会員ねサークルで言えばサークル会員 OB 会員だったら OB 会員ね機関設計社員総会これ株主総会に匹敵するものです株主総会に匹敵するもの丸これが必須機関2個飛ばして理事 取締役に匹敵するもの。理事、取締役に匹敵するもの。これも丸、必須機関。理事会、取締役会に匹敵するものです。これが三角、任意機関。定換規定があればおける。定換規定があればおける。 次、幹事。監査役に匹敵するものです。監査役に匹敵するものです。これも任意期間。ただ、その下、理事会設置一般社団法人、丸。会計監査人一般え社団法人、丸となってます。これ、株式のパクリですよ。株式、取締役会設置会社は、監査役が義務。 会計監査人設置会社は、監査役が義務。この株式のパクリです。ここは覚える人は全くないわけよ。次、会計監査人。これも2位。その2、大規模一般社団法人だと、3、0。これも株式のパクリですよね。大会社。大会社に当たるんですが、大会社に当たった場合は、必須になりますよと。ただ、米の1を読んでほしいんです。 ここ、株式と違いますよね。こういうとこを意識して覚えてね。こういうとこを意識して覚えて、ね。負債の概念がないんです。負債基準がないんです。あの、資本基準がないんですよ。資本基準がないんです。負債基準しかないんですよ。で、繰り返しますが、株式と違うところ、色なり何な,なり付けるなりで強調しておいてくださいね。 そういうのも、最後の最後、遮断で分かんなければね。もう株式の知識で解くっていうのが一番、おそらくさんですよ。株式とほとんど同じだろうって思って解くのが一番いいんです。だから、どこと、だが株式と違うのかって意識解けば、その切り方ができるんですよ。じゃあ、戻りますよ。設立、ここも株式と違うよ。2名以上の社員がいる。 一人じゃ NG なんです。一人ででは NG なんですというのがね、これ、しょうがないんですよあの、ね。遮断の意味っていうのが、人の集合なんです。一人は集合とは言えない。一人は集合とさすがに言えない。 で、次、設立。えっと、いいところですが、遺言による設立できない。財産保有規制がない。そうした法人格の取得。したる事務所の所在地における設立登記。登記でとこね、注目さん、登記。でもこれ株式も同じだよね。登記だよね。目的の制限。剰余金の分配を目的としてはいけない。事業に格別の制限は設けられてない。 公的公益的事業、教育的事業のほか、収益的事業もか。この一行目、剰余金分配だけダメと。ちょっと聞いてもらっていいですかね。いろんな法人があるんだけど、剰余金を配当したければ、会社しか選べないと思ってる。剰余金の分配をしたければ、会社しか選べないと。 逆に、ね、剰余金の分配さえ目的にしなければ、何やって構いません。別に収益事業をしても問題ありません。収益を上げるだけなら問題ないんです。剰余金の分配をするときだけは会社しかできない。会社って言いましたからね。株式会社もそうだし、持ち分会社でもいいんですからね。 じゃあちょっとこれ今遮断のところは終わりにしまして今度は右にいきましょう財団ですでこれは初めの考えが全く違いますえっと番章が今回あると思いますので1枚目をの一番上をねちょっと見ていただけるでしょうか画面の方にも出します場所が分からなかったら画面を向いてください 真ん中上に設立者という方一人見つけてください吹き出しを見てほしいんですまるをしたい ABC にこのお金を任せてやってもらいたい例えばどうでしょうかこのご時世ですコロナの撲滅の研究をしてもらいたいそこでこの自分の持ってる財産を ABC に任せたいのとこれやり方としては信託っていう方法もあるんです ただ右を見て信託ってやるとね所有権持ってかれるんですよ所有権は上げたくないんで,すでも使ってもらいたいの所有権はあげたくないけど使ってもらいたいのそこでどうするか財産を本人にし ABC がそれを運用する形にしたそのため財産を権利能力法人にしたんだとちょっと見てもらっていいでしょうか こちらの方すみません画面のほうですやりたいことはこれをまあ本当は代表なんだけど代理として使ってもらう財産があって代理として使ってもらうこれが目的なんですよただあの代理の要件権利能力本人に権利能力ないと代理が成立しませんそこでです 財産を人にしたんです。財産を人にして代理の要件をクリアさせるんです。代理の要件をクリアさせる。財産を人にして代理の要件をクリアさせるんです。あの、この仕組みは皆さんやったことがあるはずなんです。相続財産法人、相続財産法人と 従来で言うと相続財産管理人、新法だと相続財産生産人と言います。その関係です。あれも財産が本人で、管理人、現行法は生産人が代理人なんですよ。いうことで、ね、所有権はあげたくない、使わせたい、使わせるには代理の手法になる、代理というには権利能力がいると。こういう論法ね。 とこで繰り返しますと。えー、使わせたけど所有権あげたくない。ってことで代理で使わせたい。で、代理にするには本人、えー、権利能力がいると。だから、無理くり本人、えー、財産を人にしちゃったんですよ。よいしょ。じゃあ、ちょっとそれ付け加えましょう。あのー 仕組みを,みをちょっと今画面の方に出に書きますと、設立者、寄付、この寄付する人を設立者って読みますお金を出す人を設立者と言いますで財産を寄付して彼らに使,わせ使ってもらうと、下の文章をちょっと読んでください。設立者は運営にタッチしない、寄付された財産は理事が運用します。 寄付した財産は全く関与しません怖いのは次の行理事の乱用です使い込みが怖いそこで監視を厳しくしました具体的に言うとまたもうちょっと画面見てもらっていいかなこの波線から左が必須期間です 波線から左が必須機関です任意機関は会計監査人だけ任意機関は会計監査人だけにしてるんです必須機関理事理事会大丈夫理事会取締役会って監督機関だよね取締役会って監督機関だよね 監査役も監督機関だよね。ここまで全部必須機関なんです。っていうことで、あのー、まずちょっとこの表の方一回戻れる。またすぐ番所戻りますが。機関設計、ほぼ丸じゃないえー、一般財団法人、機関設計、丸丸丸々、丸とあって、これ、会計監査人だけ三角なんですね。 じゃあちょっとそこのところで、あの今の表の一番上。一定の目的のために結合された財産。社員が存在しない。社員というのはありません。メンバー、社員はいないという扱い。で、その代わりにいるのが、表の上から二段目。評議員ってやつなんです。評議員。この評議員と評議員会が、イメージで言うと、株主、株主総会、株主、株主総会と思って、評議員、評議員会が、 株主,株主総会と思ってください。でねちょっとこれお仕事を言うとこれ株主株主総会ってことはですよいくよいくよこの表議表員会が選ぶ 選選ぶ選ぶってことだよねこれ株主株主総会と考えれば選ぶ選ぶ選ぶだよねで選べるってことは解任組もできますよね選べるってことは組もできますよねでね実はこの評議員が評議員が一番理事を厳しく監視する人なんです 評議員が一番理事を厳しく監視する人なんですちょっと古い話で申し訳ないもうそろそろ通じないの100文字言いますと昔日本 s スモー協会でいうと日本 s スモー協会でいうとここが池坊でここが貴乃花池坊と貴乃花かなりバチバチやり合ってました そういう関係なんですよ。で、ちなみにこの表現が誰がなるかというのは、これは後で言いますが、財団ごと違います。財団ごと違います。あの、設立者がなるってこともあれば、研究系って知識わかんない人にわかんない、無理なんですよ。知識わかんない人に何やってるかなんてわかんないんですよ。他の研究者にするだとか、他の研究者にして、今の研究がちゃんとやってるかを見てもらうだとか、 もうこれは財団ごと、評議員、誰がなるかは違います。財団ごと違います。よしでは、これぐらいにしまして、改めて表の方を戻ってください。一般財団法人、社員総会が三え、横棒、評議員評議員会が必須、理事と理事会も必須、幹事も必須、会計監査人だけに、 大規模の場合は必須この点同じ人数1名以上の設立者でいい次注目です株式にないです遺言で設立ができます難しく考えなくていいですよこここの寄付の部分が贈与のケースと遺贈のケースがあるってことこの寄付の部分が贈与のケースと遺贈のケースがあるんだと そそししてての下ここも意識して財産保有規制300万以上の財産を拠出しなければならないとあの本体の財産が千円札1枚それ人にしなくていいでしょうある程度の金額を要求していますこの300万って数字はね実は大昔の話で言うとね 特例有限会社昔の特例有限会社の最低資本金なんです昔はね300万なければ有限会社を作れなかったんですよで今この数字って他にも出てこない剰余金配当の基準とか剰余金配当の基準とかでも出てくるでしょどうもねなんか300万っていうのがある意味一人前の法人一人前の法人の基準っぽいんですよ 300万という数字が1人前の法人の基準っぽいんです。はい、ということで、これが全体像ということになります。で、黒いんですけど、もう一回だけ言わせてください。この表ですが、一番上に暗記とついてますよね。ですので、この手のものがあったら、復習のときに、このように隠して、一個一個言っていくっていう作業、これをやってほしいんです。 こういうことをちゃんとやっていれば、このインプットの後に、わざわざ、あの、過去問集なんてい、ね、うアウトプット作業をあえてやる必要はないです。ちゃんとこれをやっていれば、十分ちど、えー、力がついてきます。暗記とついているもの、必ずこういう作業をやってください。じゃあ、このページめくりましょう。6ページ、7ページ。 一番上各法人定款の絶対的記載事項横断整理あの13年ぐらい前からこの講座始めたんですけど私の趣味が完全にね表を作ることなんですよもうとにかく似たものがあるとね横並びにしてね違う点を探すんです違う点が分かるとね覚えられるんですよあのこれまずタイトルが定款の絶対的記載事項ってなっていて横に株式持ち分社団財団ってあるでしょこれ初め3段って全部共通するって分かります だからこれを一個一個覚える必要はないんですよ。上三段全部同じなんだから。丸四から多少違くない注目して。丸四、一番左、設立に際して出資される財産の科学。丸四、社員の出資の目的、云々観念財団の丸四、設立に際して財、え、設立者が拠出する財産及びその科学。この丸四って、出資関連なんですよ。出資関連。 遮断そこが空欄なんです財団はもちろんいるからね財団は財産を寄付してもらう必要があるから財産を寄付してもらう必要があるからかそれは必須だからねその下米の位置を見てください一般社団法人の社員は出資の必要はないが経費支払い義務があるこれ株式と全く違います 出資の必要がない一方の大学のサークルとか OB 会にいると OB 会費というのが取られることがありますそれが経費です経費支払い義務サークル費とか OB 会費とか何とか会費というものをイメージしてください ちょっとここ補足をさせてください、えっと、今見た板書の先ほどの1枚目下の方を見てほしいんです一般法人は出資を不要とする基金と経費で運営する基金と経費で運営するえ経費というのは今言った通りです じゃあ基金って何とちょっとこれ次の百三十一条を読んでみてください。あのなんか基金ってなんか良さそうなイメージあるんだけど、この三行目に返還義務って字があるでしょ。三行目に返還義務って字があるでしょ。 でです不採です基金というのは不採ですそれだけじゃ済まないんだちょっとその下見の読んでほしい基金の性質一般社団法人が解散投資なかぎり返還されない解散まで返ってきませんでしかもです次のポチ 他の債権者に対し、基金債権は劣後する。遅れると。しかもとどめ一番下。返還原資が足らない場合は、基金は返還されない。言ってしまいましょう。事実上、上げたと同じです。余っていたら返してもらえる。余っていたら返してもらえる。事実上、上げたと同じ。残っていたら返してもらえる。っていう代物なんです。 これ後々使う知識ですのでイメージしといてください。「劣語する」ってイメージね。よし。というところでじゃあ改めて6ページ7ページの方の6ページの方に戻りましょうか。えっと今番号でいうと株式でいうと4番ぐらいまでいたのかな でね、株式のところの5番、発金の氏名または名称および住所っていうところがあって、横見ると全部空欄じゃないっていうのが、発起,起人制度は株式だけなんです。発起人制度は株式だけなんです。ちょっとね、あの今、メモった方、ちょっとページ番号入れるから、そこ見ちゃって。えっとね、ページ番号は13ページ一番上、13ページ一番上に、発起人制度っていうので比較があるから、見てやって。 13ページ一番上13ページ一番上図表の12発起人制度なしありなしになってるね発起人制度があるのは実は株式だけなんです よろししいでしょうか本当にこうやって横並びにすると知識がだんだん整理されてくるんですよじゃあ次持ち分会社丸五番に当たる欄を見てください社員の氏名または名称及び住所一般社団法人設立し社員の氏名または名称及び住所一般財団法人設立者の氏名または名称及び住所とあるんだけど株式が空欄でしょう 定款に株主名って書きましたっけあの書いたら単んでもなくなりますよ定款に株主なんて書きませんよねで持ち分丸六、社員が無限責任有限責任のいずれかであるから別まあ有限無限という概念はここしかありませんから遮断の丸五、社員の資格の特創に関する規定例えばこれ 大学の OB 会であれば〇〇大学の OB であること,と〇〇大学の OB であること資格の特装の「唐」「得で言っています OB であれば社員になれますよとこんなイメージで次財団がちょっとね飛び抜けてあります 678とあるんだけどちょっとまず8を意識して読んで 8, 8さっき言ったことを言うよ「評議員の選び方は財団語と違う」。 だから実はね、財団ごとね、うちはこう決めるよっていうことを書くんですよ。うちはこう決めるよってことを書くんです。ちょっと具体例も見ましょうか。えっ、ー、とね、二ページ先、八ページに。二ページ先、八ページに財団の定款が載っています。財団の定款が載っています。 そこのね、十条を見てくれる十条の一行目。評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行うと。この法人は、評議員選定委員会が決めるっていうふうにしてるっぽいんですね。え、他にも、あの、公益的な団体だと、市長に決めてもらうだとか、それとかね、行政に決めてもらうとかっていうのはね、普通にあります。 なんでこれくどくど言ってるかっていうと評議員の就任登記今回やらないんだけど評議員の就任登記をするときって定官がいるってわかる評議員の選び方は財団ごと違います評議員の選び方は財団ごと違うのでうちはこう選ぶんですっていう定官をつけないと通んないんですよ うちはこう選ぶんです。その通り選んでますと。そういうことにするために定款をつけることなんです。なので、財団は定款を、財団では、表現の決め方を定款に決めておくってこと。これ、他の知識で使いますんで、意識して覚えておいてください。 でせっかくです、ちょっとこれ、財団の定款ちょっと頭から読んでもらいましょうか、頭からね、8ページのところ、えっと、第1条、この法人は一般財団法人〇〇会と称する、第2条、この法人はしたの事務所を〇県〇市に置く、第3条、当法人は〇〇を社会に普及させることを目的とする、これ、目的がめっちゃ重要なんです、財団って。あのね、この目的のために財産を寄付したと、この目的のために財産を寄付したと。 この目的はすごく重要なんです。というのがね、もし、この目的が達成できないことが分かったら、もう一回言いますよ。この目的のために財産を寄付した。その目的が達成できないんだったら、解散です。解散です。だから最後に言おう。だからこの3条見てやって。達成できないような目的じゃないでしょう。普及は無理でしたと。 地球は無理ですなんてことは絶対起きないんですよねだからねこれ財団を作る時のねなんか定款を作るポイントではねなんかね達成できそうもないことは書かないことみたいな感じあるんですよ下手するとこれ目的に引っかかると解散しちゃうから気をつけろって書いてあるんですでね4条は3条の派生です3条の具体化が4条だと思って 何をするかってことねで次5条読んでみてくださいこれ誰が何を寄付するかって書いてあるの誰が何を寄付するか戻ってみようか6ページの 4と5だと思って、6ページの4と5が今見た第5条と思って、6ページの4と5が今の第5条だと思って、誰が何を寄付するんですかと。 よろししいででょうかで先ほど見たのが、えー、次10条か10条のところでどうやって選ぶかってやつですねちょっと一旦これ切りましょうかはい、じゃあね、今度は6ページちょっと戻りまして、財団で6と7は触れてませんが、後で触れます、財団の6と7は後で触れますので、今、待ってください。遮断6 7財団9と10 遮断6、7、財団の9と10を見てください。広告方法と事業年度、これを定款に書くんです。定款の絶対的最事項なんです。これ、ちょっと比較しようか、右のページ。図表4、社団、財団の広告方法。まずちょっと右側のね、株式って何たってみて。 次女を掲載する日刊新聞電子広告そして一番下定款で定めないってことがありですよねで定めない場合は強制的に官報になる一方遮断財団は123もありだけどもう1個 OK 丸四ゆっくり読んでみてあ何なんですかはいあのー、僕たち囲碁サークルを作ろうと思います あ,あ、そうの、囲碁サークルなのね。じゃあ分かったけど、広告応募どうすんのお何言ったか分かんない。漢方日系ネットいや、僕たちそんな、だってどれするの三つ。あの、物質に書くじゃダメっすかこんな感じです。あの、大きな団体からちっちゃい団体まであると言ったんですよ。このちっちゃい団体に123要求するのかわいそうです。ちっちゃい団体に123要求するのかわいそうなので、丸四番。 したる事務所物質に書いておくとしたる事務所物質などに書いておくそれをありにしたんですねそして違う点がもう一個その下丸五番絶対的記載事項だから定款が無効になります よろししいででょょううかねであのー、ちょっとも本当にくどくなんて申し訳ないんですけど、ね、の右のページの表は暗記ってマークがついてますが左のページの方は暗記というマークはつけていません左は読んで理解すればいいもので右は覚えなきゃいけないものそういう作りにしていますはいということでちょっとごめんなさい一つ説明を完全にこう忘れてました、えっとね、左ののページの 財団の8番評議員の選任及び解任に関する事項どう決めるか財団ごと違うよって話ですね,話ですね実はねどうやってもいいんだけど1個だけダメな決め方があるんですそれが右のページの一番上米の2よろしいでしょうか、えー、多少言い間違えるかもしれませんが気にしないでください きますよこの図ねいきますよ,この図、ね、いきますようちの表議員はどう決めるのうん表議員は誰がどうやってクビにするのうんうちは貴乃花がイケボをクビにできます貴乃花がイケボをクビにできますこれ表議員の監視機関が監視機能が完全なくなりますよね表議員が理事を監視したいのに理事が表議員理事が表議員決められるようになったら 表議員の監視機能が完全に没脚、台無になっちゃいます。だから、理事が決めるは NG。それ以外はいいんだけど、理事が決めるのは NG としたんです。理事が表議員を決めることができたら、表議員の監視機関が無になってしまう。表議員の監視機関が、監視機能が無になってしまう。あとはどう決めてもいいんですが、理事が決めるのだけはダメですよ、と。 よしじゃあこれぐらいにして今のが定款記載事項ですでもう1個基礎になるのが登記事項になります9ページ開けてくださいで申し訳ないこの9ページの基本タイトルに暗記となってますがこれ暗記って結構です暗記の方は抜点したって結構です構です,すいませんでねこの学習は××× 罰を理由つけられれば OK と思って罰の理由がで言えるようになれば OK と思って一個一個隠して言うんじゃなくて、ね、大体が丸なんです罰の理屈が言えれば OK ですじゃあねちょっと罰だけ上から追っかけましょうかまず社団財団共通する罰上の方から追っかけると資産の総額ですあの 貸借対象表って見た覚えあるはずというのがあって左が資産右が負債、純資産となっていて左の方には持っている財産の一覧がずっと載っていてそこに1円単位で書いてますよねこれ昔登記事項だったんです1円単位何意味すると思いますこれ極論ね毎日変更登記です まあ一応特例があってね特例があって1年に1回登記申請すればいい1年に1回登記申請すればいいとしていて他の法人では今そうなんですよ。これね、社団財団制度を作るときに毎年登記させるのは国だ毎年登記させるのは国だってことから資産の総額を登記事項から外しました昔はこれ、丸だったのね。 昔はここまるで毎年登記申請が必要だったんですまあ本当はもう一回言いますよあのねもともとは資産の総額は毎日変わるで毎日変わるから毎日登記申請さすがにそれはひどいから毎年一回やればいいとしたんですでもそれでも社団財団はちっちゃい団体まであるだろうちっちゃい団体まであるだろうでちっちゃい団体に毎年登記させるのはかわいそうだよねってことで 今は登記事項から外しましまた。もう一回だけ言いますね、実は他の法人はいまだにこれ、登記事項です。過去問でもあります、過去問でもね、特殊法人、ほら、一般法人以外にも特殊な法人がありますよね、まあ、あの2回出てるやつなんですけど、実はそれで一定期間まで登記しろってのが出てるんですよ。だから資産の総額、一般法人は×だけど、他の特殊法人では〇〇ってことね、他の特殊法人は〇〇からね。 でくどいけど毎年登記申請させるのはかわいそうと。じゃあ次、基金の額。えっと、遮断が罰になってます。 あの基金は一応建前上借金ね基金は建前上借金ね。建前上借金株式でいうと社債ね株式でいうと社債社債は登記事項じゃないよねと。 で一方横、財団は横棒になってます。横棒。この横棒ってのは、ね、制度自体がないとてことなんです。制度がないから登記事項を々ん議論する必要ないんです。横棒、制度がそんなのないよと、はいで。次の罰を追っかけましょう。次の罰が、えっとね、理事会設置法人である旨ってところなんです財団が罰になってます。 ちょっとこれあのめくってもらっていい ?10 ページ、11ページ。10ページ、11ページ。10ページと11ね。いけたかなで ?10 ページ、下の方、左側ね、遮断なんですよ。左側遮断の登記事項で、下から1、2、3、4段目。理事会設置法人である事項。で理事会設置法人に載っている。一方、右。財団の方は、 理事会設置法人って胸が乗ってないんです。あれちょっと待って財団って理事会あるんだっけ？1えっ、ー、と一ページの方で言ったっけ？あちあの五ページの方で言いましたよね。財団って理事会って絶対ありますよね。ちょっと聞きましょうか。うちの会社な取締役会設設置。ほら見てみろ。あ本当はねうぜ。 うちなんかな、関西役設置だぞ。本当分かって、うるせえ。うちなんかな、株主総会あるからな。なめんなよ株主総会あるからななんて言えるかって言ったら、いや、全部そうだから。株式会社は株主総会絶対ありますもん。財団は絶対理事会があります。財団は絶対理事会があるから、 理事会設置とあえて言う必要なし。財団は理事会があるから、理事会があるとあえて書く必要なし。財団は理事会を絶対置くから、理事会があるなんてあえて書く必要なし。で、あの、今から色をつけますが、あの、重要って意味じゃなくて、全く同じ落ち全く同じ落ちの部分を色つけます。 えっと今のおっつと全く同じ理由なのがこの3つなんです。評議委員会は絶対あるよね。 で漢字も絶対あるよね。で、大体できたかな。で、ちょっとね、これ、漢字のとこ注意して。あのね、漢字のところ、×って書いてあって、その下見てほしいの。そこも押さえて。生産中丸って書いてあるでしょ。生産中二24年35の「あ」。これ、実は、生産中は任意期間なんです。生産中は任意期間なんです。 通常は必須期間なんだけど生産は任意期間なんですうんそれからしましょうかじゃあ次のバツちょっとねえっと、ね、飛ばしちゃったんだけど 社団法人の罰、社員、社員の資格の特措に関するサめこの部分、罰、罰、23年、34のイ、25年、35のオというところ、を見てください。罰になってますよねあの。理由は単純です。登記事項にしたら、登記簿、大変なことになります。大学の OB 会、社員は OB です。登記簿に乗ったとします。毎年何人入ってくるでしょう。そして毎、毎年何人が死ぬ。言い過ぎた。 あの株主が投機事項じゃないと同じ株主を投機事項にしたら大変なことになりますよねそれと同じですだからやってらんないキリがないでもいいし人数が多すぎるでもいいしそのあたり好きなような言葉で覚えてください人数が多いでもいいしキリがないでもいいですし であと罰が一か所かな今の段の次のところ設立者、財団が罰設立者、財団が罰ちょっとここはもう丸のみがいいですこれは丸のみしちゃってください寄付した人はえが寄付した人を公示しません寄付した人は登記簿に載せません本当細かくて申し訳ないんだけどねあの 6ページのの定管記載事項にあったのを覚えてる6ページ6ページね6ページの丸5番には載ってるんですよあの定款にはねこの法人は根本さんがつく寄付してくれたんですって書いてあるんだけど表には根本の名前を出さないと寄付した人の名前を表に出さないとまあ日本っぽいなって感じがします寄付した人は定款見ればわかるけど表には出さない はい以上が社団財団の本当にもう大元の基礎知識になります。でこれが分かってないなとこここのの先のとととろろ理解がが結構止ままるところがありますと言いながらも実は近年の取材ちょっと前まではこのねこの基本部分で答えまでいっちゃったんですよでも最近この先設立だとか合併だとかその先先を聞くようになってきました。 じゃあその先に行きたいんですが、ちょっとそろそろ1時間経ちそうですので、軽いちょっとくえー、休憩にしましょうか。手を伸ばすなに足を伸ばすなになんなりしちゃってください。えー、こちらの講義の方、えっ、ー、とこちら全部ね、大体1時間ぐらいのところで軽い休憩をとってくださいというような感じで言います。足を揉む、手を揉む、えー、ストレッチをするなどぜひしてください。よし、じゃあ12ページ行きましょうか。 設立、一、えっと、概略、一般社団法人設立手続き、立ち上げの手続きが載ってます。ちょっとね、縦に読んでもらって、株式と違うところを1個探してみて。発起設立と比較して、発起、発起設立と比較して読んでみて。 これは下から2つ目なのほとんど発揮設立と同じだけど下から2つ目定款に定めがあるとき基金の募集拠出定款に定めがある時だけですでっかい社団からちっちゃい社団まであります全ての社団が基金を要求するもんじゃないんです定款に規定がある時だけで,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 できますこういうところを覚えててね じゃ次図表111一般財団法人あごめんごめんごめんあと1個このね上の方なんですが図表10書いてないんですが違う1個書いておきましょう出資のブロックがない出資のブロックがない遮断の方ねよいしょと あの先ほど、よいしょと、出資を不要にするってあるじゃないですか、社団自体は出資がないよと言ったので、だから社団の方は出資ってブロックがないんです。一方、次、財団を見ていきます。財団、生前処分による場合、設立者による定款作成、遺言による場合、設立者が遺言で定款内容を定め、 財団法人を設立すするる意思表示遺言の効力発生後遺言執行者による定款作成ここ意識して遺言執行者による定款作成ちょっと2つ出そうかほんとね設立者と思ってください設立者が財産を寄付するコロナ撲滅のためにやってほしい こうこう,こう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 とこう書いて死ぬわけです遺言執行者が来てこの中身を見て別途定款を作るんです遺言内容をを見て別途定を作るんですつまり遺言がそのまま定款になるわけじゃない遺言がそのまま定款になるわけじゃないってことなんです でもい、ね、いろいろ理由見たらなかなか面白くてね遺言にこの財団の設立以外にもいろんなことが書かれることがあるだろうとつまりあの第1条財団を設立する第2条皇土地は太郎に移動するおす土地は誰々にあげる預金は誰々にあげると遺言を定価にすると関係ないものまで定価になります遺言を定価にすると関係ないものまで定価になっちゃうのでだから別途作るってことこれ覚えてて別途作るってことね でその後はほぼ同じかな定款の認証設立者による財産の拠出遺言執行者による財産の拠出その下役員等を定めなかった時は定款所定の方法による選任設立理事,理事幹事による設立手続きの調査設立手続きの代表,代表理事の選定したら事務所の所在者における設立の登記というところでほとんど同じですねなんで注目するのは遺言執行者が定款を作るとかね遺言執行者が作るとかね であと細かいところは実はほとんど株式と同じなんです。えっと、ページめくると14、15, あの14 15であの例えばあの15ページ右下の方に登記期間というのがあるんですけどあの株式の発起設立って登記期間っていつから2週間 これ調査終了から2週間、もしくは定めた日、発起人が定めた日から2週間でしょそれを言葉書いてるだけなんですよ。またもっと言ってかな。えっと、発起設立って、取締役と監査役でどうやって決める定款で決めるか、 もしくは議決の過半数で決めるよねこれ左の表のちょっと場所閉めそうか左のページの表のここここねここ定款で決めるか社員の議決の過半数で決めるかとだからいいんですく,くどいけどこういうとこ覚えちゃいけないんだからねもう同じだったらその同じだっていいんだから覚えなくてもいいんだよこんなことは。 でね、これから覚えること言うからこっちが遮断ね下が財団ね財団この丸の2を覚えるの位置づけを言ってから戻って言うよ位置づけを言ってから行けよ 理、表議員理事、幹事、会計、監査人は、設立時どうやって決めるかっていうと、定款で決めるか、定款で決めた方法で決めるかなんです。ちょっともの見ましょうか。えっとね、8ページ、八ページの、下の方の、不足、下から、下の、35条の下。 35条の下に不足って字がない ?35 条の下に不足ってのはないそこの1番見て。一時期は分かったかなちょっと行ったり来たりになるよ。えっとね、もう2ページ前戻ってもらっていい 6ページの丸六丸七。財団で飛ばした丸六丸七を見てほしい。千人に関する事故会計画線の千人に関する事故って書いてますね。で、ちょっとこれ言葉が汚くなってしまうんですが、言葉が汚くなるんですが、 設立者が定款って作るのね。設立者が定款を作るのね。で、金出すのは設立者なのね。ほんと言葉悪いよ。一発目のメンバーは俺の意思で決めたい。一発のメンバーは、一発目のメンバーは俺の意思で決めたい。定款でズバリ誰にすると決めてもいいし、定款でズバリ誰にすると決めてもいいし、選び方を決めてもいい。定款でズバリ誰かを決めてもいいし、 選び方を決めてもいい一発目は設立者の意思に委ねる一発目立ち上げ時は設立者の意思に委ねると立ち上げ時は設立者の意思に委ねるでちょっと混乱する方いるかもし,いるかもしれませんがもう一回できましたねあの立ち上げ後は 理事は表議員が選ぶし幹事も表議委員会が選ぶし会計監査にも表議委員会が選ぶからねで表議員自身は定款で決めた方法で選ぶからね立ち上げ後は立ち上げ時は立ち上げ後立ち上げ時は立ち上げるタイミングでは定款か定款で決めた方法で選ぶ設立者の意思を絶対入れるようにしてるんです設立時か設立後で違うってことね 設立時の選び方と設立後の選び方が違うと。 もうひっと同じこと繰り返して確認だけしましょう12ページのブロック12ページの手続きのブロック上から財団のブロック上から1234つ目12ページ財団の手続きブロック1234つ目あえてもう一回読ませてください設立役員等を定款させなかっ場合は定款所定の方法による選任定款所定の方法による選任と では、これぐらいにしまして、あとは添付書類見ていきましょう。16ページを見てください。16ページ、左が社団の設立登記の添付書類、右が財団の設立登記の添付書類です。で、まず注目するのは、財団の丸の2、左が空欄ってところ。 今日回回目かな5回目かかな遮断は出資をしないからね遮断は出資をしないから出資にあたる部分は空欄だよねよろしいでしょうかであと一つえっ、ー、とね本当は違う点があるんだけどそれあとでいいから待ってて。 あのね、一番下一番下丸六右の丸八えっと今から言うから言ってみて、えっと、株式の設立株式の設立本店所在地の場所などう細かいところって誰が決めるんだっけ本店所在地の場所とか細かいことは発起人が決めるよねその部分が一番左側の6右の8なんです 設立社員の一致左は設立社員の一致右は設立者になるってことね右は設立者になるってことねただここも結局置き換えだから発起人がいないから社員がやる設立者がやるだから置き換えだからねでこう試験出ないと思うんだけども多分ね意識しちゃうから言っちゃうねよいあのこれ丸三がここ空欄になってるじゃないですかこ右の丸三が右に丸三があってこっち空欄になってますよね これ専人に関することっていうのが右側って左側空欄ってるないうですか。っていうのがねよいしょあのあ。また書いてか。 っていうのはね、あのこれ、発、えっと株式の場合は発人の議決の過半数で決める、議決の過半数を称する署名をつける、え同じように財団もあ、社団も、社団は社員の過半数で決める、だから社員の過半数を立証する、社員の過半数はこの丸六番で添付書類として掲げているので、社員の過半数は丸六で添付書類で掲げているので、あえてこの社員の,あの選任したと、役員を選任したってブロックを作ってないんですよ。 丸六でカバーできるので「千人」って部分をあえて作ってないだけなんですねだから論点になるとは思えないからそこが論点になると思わないから,思えないからねよしということでじゃあ最後にちょっと色塗りをさせてほしいんですえっとね12ページ さっきの表をね一個一個見ると、多分目が痛くなるんですよ。あのー、今から色になってきます。何かっていうと立証がいるところ。結局立証要求してるのはどっかっていうと。よしょ。えいあ。色が出なかった。えい。えい。えい。い。ここまで立証しています。ここの三つ、四つか。 この4つは立証が必要ですでねあの一番下の立証がいらないのは言い,ますいいですよね登記申請なんだから下から2つ目なんで立証いらないでしょう下から2つ目登記事項じゃないからね 基金は登記事項じゃないからねでもう1個注目すべきは設立時理事による設立手続きの調査ここも立証がないんです。 えー、頑張ってやってください。いくよ。株式の場合、取締役関西区の設立調査書、どんな時につけますか株式の場合、取締役関西区の設立調査報告書、どんな時につけますかこれは、変態設立事項がある、でも検査薬がない、変態があって検査薬がない、その時だけつけますよね。 ここまで変態設立事項なんて言葉一言も出なかったでしょ社団財団には変態設立事項なんてない調だから調査報告書は一切いらないなんです株式の場合は変態設立事項があって、なおかつ検査薬が調査しない時につけるものでした。一方、 社団財団はそもそも変態設立事項がないそもそも変態設立事項がないだから調査書をつけることもないってことなのね株式の知識を当てはめてるの株式の知識を当てはめてのだ結果的には株式の知識を押し切れるんだけどまあこれは今年出た論点でもあるし覚えておいてもいいと思います そうかなじゃあ今度財団財団の方ですがほとんどいろんなね定款作るところの立証認証拠出選任調査がいらなく大統領選定ここまでだからあの一番下と下から三つ目かな一番下と下から三つ目これがいらないぐらい一番下と下から三つ目これがいらないぐらい。 一番下から3つ目ねこれがいらないぐらいねちょっと細かいけど出たことがあるんで押さえましょうこれ遺言で作る場合遺言だった場合どうなの遺言だった場合遺言執行者が作るんだよね一番下の注意書き読んでください 商業等結構多いのあのね、家庭はあんまり気にしない。結果が分かればいいと。家庭はあんまり気にしない。結果が出ていればいいと。定款という結果が出ていれば、その家庭、遺言執行者だとか、遺言執行者の資格だとか、そういった家庭はあんまり要求しないものなんですよ。添付書類の結果まであれば、その添付書類の結果に来るまでのところは、立証されないことが多いんです。 はい、よろしいでしょうかね。といったところでじゃあ、ね、今度はページの方はめくっていきまして18、19合併というところを少し説明させてください。はい、で第5節合併とありましてえ合併制限、暗記のマークがついています。当事会社 左,右左から右読んでいきます。一般社団法人と一般社団法人。種類、特に下段。親切合併で理解して、親切合併で。社団と社団が合体して法人を作る。社団しか作れません。なぜかっていうと、社団、出資がありません。財産がない。社団、出資がありません。財産がない。もう片方も財産がない。合体する。 300万以上の財産、無理財産がない、財産がない、財産ができる、ありえないってことで、遮断と遮断では財産がないので、財団が作れない。こんなふうに思ってください。 いや今度はね次の段、財団と財団の合体、特に新設合併見て、財団と財団の合体、設立法人は財団でなければいけない、財団、社員がいない、もう片方の法人も財団、社員がいない、社員がいないんですから、社員、社団法人はそれは無理だよ、それは無理だ、どっから作るんだ、どっから呼ぶんだ、それを。 ってなると、ね、この次の段社団と財団の合体新設合併見て原則これは社団財団どっちでもそれはいいだろうねとただその下社団法人が合併の締結までに基金の全額の返還をしてない時は設立法人は一般社団法人でなければならないと。 前提もう一回言うよ。基金の制度は遮断だけです。基金の制度は遮断しかできません。財団は基金という制度は無理なんです。あと10分ぐらいです。お付き合いください。すいません。それであの、遮断と財団合体して、財団にしたら基金の制度がない。借金踏み倒す。 それはひどいよそれはひどい踏み倒すのはまずいそれははいということでまずここまでどんな合併ができるかが細かく問われていて実は今年合併手続きを聞いてきましたこれ右のページでこれもほとんど株式パクリ株式パクリなんですが違う点が 買取っていう制度と提供広告って制度がありません。買取関係と提供広告って制度がありません。で、それ以外はほとんどと言っているほど同じです。吸収合併契約の締結、事前開示、吸収合併契約の承認、社員総会または社えっ、ー、と、表議の特別決議による、で、債権者保護手続きがいる、中1、中2。これを意識して覚えてください。中1、中2。まず、中の1をお願いします。 さっきき出てきたでしょう基金は劣後的だと最後余ってたら返ってくると基金は借金だけど劣後的余った時だけ返ってくるとなので債権証去手続きの対象外ですもう一つ中の2も読んでいきます読んでみて4行 あの二重広告の趣旨二重媒体で広告したんであれば見たはずだと二重媒体で広告したんであれば見たはずだと漢方プラス日刊新聞見たよね漢方プラス電子広告見たよね漢方プラス物質の黒板漢方プラス物質の黒,質の黒板に書いたから見たよねといやその方がおかしいわ なので二重広告がこれ使えないんです二重広告が使えないんですよはいといったところでこの合併手続きのところは今言ったねこの再建者法手続きの中一中2 債権者をご手続きで言った中1、中2、ここを意識して覚えてくださいで次のページが新設合併ですがほぼ同じなのでちょっと今回省略させてくださいでごめんなさいちょっとお時間の関係で22、23を軽く紹介して今日は終わりにしましょう。 公益,遮断法人公益財団法人とえっとちょっとこれ番章の一枚目一番下を見てくださいあのどんな団体でも手続きと登記を加えれば一般社団法人にはなれるんですでも、ね、その横 さらに、公益認定っていうのを行政から受けると、公益社団法人となって、いろんな優遇が受けられます。例えば、税金の優遇。登録免許税みたいなチャチいものはもう取りません。あの、ちょっと見てやって、22ページになんか、しょうがない。メリット、デメリット。デメリット見なくていいから、メリットの方を見てやって。寄付金の優遇、税制措置。 信用力がすごい高い高とやっぱり、ね、一番右側の,の2番の、ね、税制優遇なんですよ。いろんな税制の優遇が受けられると。さっき言ったように登録免許税なんかもう一つの異例で、もうそんなの全く取りませんよと。もうそれ以外にもいろんな税制優遇があるんですね。実はこれ右のページ見せてください。公益認定の手続き。概略と効果読んでて。 はいまあ、このように、ねえー、認定を受けると名前が変わったって扱いになります。じゃあ、なすべき登記は何と。っていうと、名称変更登記、名前が変わったという登記になります。登記すべき事項、法人の名称、名称変更した旨、変更年月日、添付書面、公益認定を受けたことを称する書面、名称変更の決議をした表議員の議事録を添付することを要しない、当たり前です。勝手に見なされるんだもん。勝手に見なされるんだからね、決議で変えるわけじゃない。 勝手に見なされるんだからねで最後登録免許税は課せられないとで下に申請書があってもう一個登記録が載っております一般社団法人霞ヶ関協会公益社団法人霞ヶ関協会という変更登記をしますよと一番下の過去問見てください あの組織変更とか種類変更とか特例有限会社の株式会社の移行って解散と設立なんですよなんでかというとちょっとこれ画面の方を使っていきますとね例えばじゃあ種類の変更にしようか種類の変更今合名会社から合資に種類の変更をしようとするこれ普通に変更登記をしようとすると 普通に変更登記をしようとすると、はい、ここ違います。あ、これも違ってくる。ここも違ってくる。ここもああまりにもいろんなことは変わっちゃうんです。あまりにもいろんなことは変わっちゃうから、解散と設立なんです。一方、このみなし変更は、名前しか変わりません。名前しか変わりません。 ちょっと他見てやって。例えば、有限の、えっと、有限から株式への移行とか、合名から株式への組織変更とか、合名から合衆への種類変更とか、登記事項がほとんど変わっちゃうんだよ。登記事項はいっぱい変わっちゃうから、一回潰して作り直す。一回潰して作り直す。一方、 今回の公益認定は名前しか変わらないので、潰して作り替えるところまでいらない。名前しか変わらないから、潰して作り替える必要はない。名前しか変わらないと。だから、潰して作り替える必要はないと。 よしじゃあ、ちょっとこれぐらいにしましょうかね。ちょっとこれ、成果をやってみましょうか。えっとね、番章2枚目に今年の問題を入れました。えっとね、絵は説明してません。絵以外検討してみて、絵は説明してません。番称2枚目に、ね 正解は5番になります。あの足、株式と同じに考える認証がいる。いの足、だから解散までやんなくていいと。名前しか考えないから解散設立までいらない。で、うの足、変態がいないんだからつけないよねと。で、おの足、公衆の見やすい場所に掲示する。これで見たとは言わせないと。さすがにこれで見たとは言えないよねと。だから、最国の省略はできない。最古の省略はできないので、添付しなければならないで丸になります。 で答えがえ「え」と「お」で5番ということになりますはいこんな感じであのテーマがきついものに関してはゼロベースから説明しますテーマがね簡単だけど論点がきついものはその論点だけ説明しますでまたこの,ペえこの講座は基本的には図表を中心に説明をしますただ1個だけ図表にならないものがあります それが、えっとね、レジュメ25ページ以降なんです、25ページを見ていただきたいんですが、かえっと、民法なんです、民法は条文と説明、条文と表という形で作っています、すべての条文と表という形で作っています。あの昔ね、ねもう10年前かな10、ちょっと前はね、実は全部表にしていたんです。 ただ民法って範囲が広く表にしてもねどうしても漏れが出ちゃうんですよでやっぱ漏れを防ぐためにはもう条文しかないということであると式から条文ベースに説明を加えるって形にしました基本は図表ベースなんだけど民法だけは条文ベースで作っていますでちなみに今回これ民法改正がありますで改正部分に関しては条文のところゴシック体を入れてます またその下に改正の内容についいてて説明を入れています改正部分については条文の中身にゴシック体にし解説を入れるようにしています次のページなんか結構改正だらけかな26とか、はい、では最後になりますが4ページの方を見てやってください パーソローラー講座2023の特徴。1、民法を含めて全科目一,一斉配信。自分のペースですぐに学習できる。実はこちらの講座は2022目標で収録したものを一括配信します。2022に収録したものを一括配信します。なので、自分の好きなところから、自分の苦手なところから、自分が強くしたいところから、すぐに見ることが可能です。全科目一気に配信されます。 で2番民法については2 0 2 0年収録したものではなく改めて2023年用に改正踏まえて収録し直していますでしかもあの改正部分民法の改正部分は民法1回目で全部説明してますだから改正だけとりあえずね民法は強いんだけどそれで改正だけ抑えたいなとって思った場合は民法1回目だけまず聞いてくださいそして3番 2022年用なので、2022年用として、こういうところをやっておいてという説明をしています。対策用に別途歩行をつけますまた、民法以外でも法改正があったものについては、洗礼等が固まったところで、そこもちゃんと付け加えの歩行をします。2022年用ですが、2023年用のいろんなリニューアルもしてますので、ぜひそのあたりは期待してください。 こちらが私は行うパーフェクトローラー講座の全容という形になりますもしご興味があれば検討をしてみてください本日のガイダンスの方は以上です最後までご清聴ありがとうございました